この動画では簡易映像合成システムストリームデックスについて説明します。動画ご視聴いただきありがとうございます。それでは早速ストリームデックスの機能を紹介していきたいと思います。ストリームデックスは簡単に言うとカメラ映像と PC の映像を切り替えたり合成したりすることのできるシステムとなっています。実際にどういったふうな画面になっているかをこれから見ていきたいと思います。こちらが実際の PC の画面です。画面構成としましては、今私が映っている右下の画面が映像の切り替え合成を行うためのアプリケーションの画面です。そして左側は資料の画面です。今回は PowerPoint のスライドショーを資料として用意しています。そして右上がウェブ会議ツールの画面です。こちらでは Zoom を例に挙げて説明したいと思います。一見するとただ4分割でウィンドウを分けているだけに見えますが、実際は4つのモニターが1つにくっついているような設定になっているんですね。この画面分割の意味も後で説明したいと思います。では操作についてですが、主要な操作はすべて手元のコントローラーで行っていきます。コントローラーのボタンは色ごとに機能が分かれています。まずはこちらの黒色のグループのボタンで画面の切り替え合成を行います。今はカメラの映像が出ているので、こちらのボタンを押すと資料の映像に切り替わります。このように先ほど見た PowerPoint の資料の映像が確認できますね。ではカメラ映像に戻りたいと思います。ご覧のように背景にはグリーンバックを用意しているので、クロマキーの機能を使うことで背景を除去することができます。では機能をオンにしたいと思います。ではこの状態で Picture in Picture というボタンを押してみたいと思います。そうするとこういった形で資料の映像にカメラの映像を合成することができますね。カメラ映像の背景が除去されているので、合成しても資料の表示の邪魔になりにくいようになっています。このカメラ側の映像はマウスをドラッグして自由に移動したり、他にも自由に拡大縮小をすることができます。他にもスプリットというボタンを押すことで左右分割で表示することができます。ではやってみます。このように繰り返しにはなりますが、ボタンを押すだけでカメラ、資料、合成、分割の映像がすぐに切り替えることができます。では画面の表示を一旦合成の状態に戻したいと思います。他にも水色のグループのボタンではこういった形でテキストを表示したり、他にもマイクのミュート、PC 音声のミュートなどを行うことができます。解除するには同じボタンを押すだけで元に戻すことができます。赤色のグループのボタンでは録画やスクリーンショットの保存を行うことができます。録画ボタンを押すとこういったふうに時間経過の表示が出てくるので、今録画されているということがわかります。では一旦録画を停止します。スクリーンショットのボタンではカメラをパシャッと撮影したようなエフェクトが出てくるので保存されていることがわかります。そしてその保存したファイルを手元のコントローラーですぐに確認することもできます。確認をするには右上の紫色のグループのボタンを押します。そうするとこのような形で保存フォルダが開いてきます。あとはダブルクリックでそれぞれのファイルを開いていきます。こういった形で確認ができますね。
それでは右上のズームの画面でどういった見え方になっているかを見てみたいと思います。まずはビデオの設定を見てみましょう。この合成に使っているアプリケーションは Web 会議ツール上ではカメラデバイスとして認識されています。ですのでアプリをカメラデバイスで指定してやると、こういった形で合成の画面が出てきましたね。では少し画面を切り替えてみたいと思います。こういった形で先ほどまでの合成画面で見ていたのと同じものが相手方にも見えていることになります。ですので画面共有などの操作を、Zoom 上でしなくても手元のコントローラーの切り替えですでに画面共有ができているんですね。もちろん必要に応じて資料だけの映像に切り替えたりといったこともすぐにすることができます。もちろんスライドショーを送ればそれもすぐに反映されますね。さらに資料にパワーポイントを使っている場合はこのようにしている途中でも資料に変更や追加を行うことができます。このように画面が分かれているので資料の画面や自分の画面がどう映っているか、ウェブ会議ツールに映った相手方をそれぞれ確認することができます。通常のパソコンでは資料を全画面で出しているだけで他がどうなっているのかが確認しづらいですよね。ストリームデックスはそういった不便な点を解消してくれます。実際の使い方でいうと、ウェブ会議ツールを使った打ち合わせ、オンラインでの授業や講演、オンラインでなくてもホームページや資料説明用の録画といったふうにオンデマンド用動画の作成にも活用することができます。短い説明でしたが、StreamDex の機能や便利な点がある程度お分かりいただけたのではないでしょうか。ご興味がありましたら、ぜひともお問い合わせください。それではご視聴ありがとうございました。